厚生労働委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに島村大君が委員を辞任され、その補欠として前田昌司君が選任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、厚生労働省衛生局長迫井正美君ほか10名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用を決定いたします。良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。田島舞。